皆さんこんにちは。今回は一人好きな人はなぜ一人でいる時間がないとダメなのか、なぜ気づかれしやすいのか、その6つの特徴というテーマでお話をさせていただきたいと思っております。友達はたくさんいた方がいいといったような風潮は日本には昔からあったようですね。だがしかしそれは本当なのでしょうか。友達と協調もできるけど単独行動も苦手ではない、単独行動だって結構好きだというような人は世の中には一定数いるのではないでしょうか。そんな一人好きな人たちをこの動画で紹介できたらなというふうに思っております。1、一人好きな人の特徴。目標、目的が明確である。自分の明確な目的や目標がある場合はどうしても一人で考えたり勉強したり行動するといったケースが多くなりがちです。共同作業の場合は別だが、深く物事を考えたり計画を立てようとする場合は一人の時間は必須となりますね。好きなゲームに没頭したり、映画を見たり音楽を聴いたり、楽器演奏をしたり読書に没頭したり、起業するための副業を頑張ってみたりと、友人仲間となんとなく過ごしているとこれらに使う時間がなくなってきてしまいます。目標、目的に向かって一人で過ごした方がいいというような考えになるのではないでしょうか。2、一人好きな人の特徴に、集団行動が苦手。集団で行動するということは多数決主義で動くということです。一人好きはそれを好みません。その人は協調性がないわけではない。しかしそれが必要だったらちゃんと協調する。だけど必要以上は協調はしたくない。自分の裁量で自由に物事を決められる時間ならば自分のやりたいことをしたいというタイプのようです。そんな集団行動が合わないというような人も一定割合いるはずです。こういう人は周囲から団体行動が苦手だというふうに思われがちですが、しっかりと自分を持っている人ほど他人との行動を共にしないと、他人と一緒に行動し続けることに違和感を感じやすいという傾向があるようです。世の中には意外にできる人ほど集団行動が苦手という説があるらしいですが、その考えもそういうところから来ているのかもしれませんね。3、一人好きな人の特徴。騒がしい環境が苦手。一人でいる時間そのものが好きという人はあまり表立って言わないだけで潜在的には結構な数いるんじゃないかと思います。ただ単に誰とも交わらない時間が心地よいとか、何かをして一生懸命頑張るというような時間ではなく、ただぼーっとしたいとかのんびりしたい、そんな時間が欲しいというような人だ。誰にも気を使わずリラックスして自由にいたいとか、誰もはそういうふうな時間は必要なはずですね。人によってでも量は変わってくるんじゃないでしょうか。たくさんそういう時間が必要な人がいるとしたら、周囲の人はあの人は一人でいるのが好きな人というふうに映るかもしれませんね。4、一人好きな人の特徴。気遣いしすぎる。一人好きな人は身勝手な人とかわがままな人とかマイペースな人などと憶測されがちです。しかしこれは勘違いであることが多いですね。むしろ人への気遣いとか気配りができる人という場合もあります。この人にこう言ったらどう思うだろうか、あの人元気がないようだが何かあったのかなどと、非常に人のことを思いやることができるため、むしろ周囲から好感信頼を得ている場合も多いようです。ただ気遣いしすぎてちょっと疲れがちであります。これは数値化できないためなかなか理解しにくいですが、気遣いによる疲労度というのは同じ環境でも人によって全く異なるものですね。だけど集団行動の場合は我慢しているだけで、プライベートではあえて一人で過ごしたいんだと、そういうのは自分のメンタルを守る上で不可欠な時間となりますね。5、一人好きな人の特徴。合理的。
無駄が嫌いで合理的という人も一人好きな人が多いようです。人間には太古から群れの本能がありますね。人と群れて組織だって行動すると安心するという本能ですね。その反面、自由とか行動が制限されるというのは嫌がるという相反された気持ちがあります。共感性が高い人だったり情に流されやすい人という場合だと群れと一緒にいて満足する傾向が強いかもしれませんけど、合理的に物事を考えたりする人はやっぱりそうやって過ごしていると効率が悪いのでなかなか満足できにくいという傾向があると思います。また目的があって向上意欲がある人とか成長願望などがある人にとってはこういった問題は切実なものとなりますね。他に他人と一緒にいることが嫌いなわけではないが、他人と時間を共有することで自分の時間とか自由とかリソースをやはりこの制限されなければいけないというところが許せないというような人もいますね。6、一人好きな人の特徴、繊細である。繊細な人は雰囲気や空気に敏感で大きい物音とか騒音にも弱いですね。揉め事とか争い事、喧嘩なども苦手です。その反面、気配りができたり共感ができたり審美眼が高くて美しいものが好きだったり自然に囲まれた状態とか動物植物などをめでるといった傾向がありますね。こういう人はまた読書、映画鑑賞、音楽鑑賞などを愛する傾向があります。これらのものはほとんど一人で行うものですね。読書や文章、楽器なども、基本は一人が中心となることが多いようですね。このような場合、その人が集団行動や人付き合いが苦手でなくても自由な時間は自分一人になりたいと思うはずですね。そして楽器を弾いたり本を読んだり自然の中を散歩したり花や風景を楽しんだりというようなことをして一人でいたいというふうに思うわけでございますね。しかしそれを傍から見ると、あの人は一人好きだというふうに捉えられてしまうということも結構あるかもしれません。一人好きという人はですね、繊細な人なんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。俗に HSP という言葉がありますね。これはハイパーセンシティビティパーソンということ、英語なんですが、物事に非常に敏感な人々というような意味合いですね。人類の10人に2人、つまり約2割近くがこの HSP に当たるらしいです。どういう人かというと、物事とか人に対してとか不安感とかに極めて敏感で気が動転しやすいというようなタイプです。人間だけでなく動物でも全体の何割かはこの HSP 的な存在がいるということなんですね。ちなみに左利きは10人に1人、統合失調症は100人に1人の割合で古今東西に必ず存在するようなんですね。そしてこの一人好きというのは繊細な感受性がなせる技なのではないかと思うわけですね。ガサツな人では気づかない微妙な変化とか兆候を感じ取って、それに対してですね、不安とか緊張を感じたり、それゆえに物事をよくね、見つめたり観察できたりすると。ですから、それがよく出れば観察眼が鋭い人とかセンスがある人ということになりますし、裏目に出てしまうと疲れやすいとかね、クタクタになってしまうというような人に移る。故にやはり人とずっといるよりは一人でいる時間がたくさん欲しい。そしてできればその繊細な神経とか、そういうセンスを使ってですね、美術を見たりとか本を読んだりとか音楽を鑑賞していたいというような方向に行くんじゃないかなというふうに思うわけですね。この辺の事情がですね、分からなかったり理解できなかったり、共感できないというような人はですね、あの人はマイペースで、協調性がないというような感じにね、捉えられてしまうというようなすれ違いみたいなものが生まれるのかもしれませんね。もちろん繊細な人と大まかな人、どちらがいいとか悪いとかということはないと思いますね。人それぞれ、人には得意不得意があり、向き不向きがあるということには間違いがないと思いますが、ということで、最後にまとめということになりますね。
人が好きな人とは防具をつけずに戦っている戦士。動きは素早いが傷つきやすい。だからすぐ引っ込みたがる。というわけで今回もお聞きいただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録やコメント、いいねなどをお待ちしております。